園芸ラボの岡チャンネル。園芸ラボです。そう、もうこの間黒星ブーで散々に舐めにあってたそうなんですけども、適切な管理というか防除と黒星病による異病した葉っぱを取ることでかなり回復してます。ですがその後あまり手をかけていなかったので、つぼみに花が咲いてしまいまして株が弱ってしまいますので、まず花がら摘みと黒星病の異病用を再度チェックして少しでも株の癒疲れを癒したいと思います。このような株で創生は強い方なので、ややここら辺で切り戻しをします。本当は咲かせない方が良かったんですけど、で、つぼみ、このようなつぼみの状態のやつも咲かせません。この場合はここで切ります。これも同じそうですね。このような状態で切ってしまいます。夏咲かせるバラっていうのはよほど創生が強くないと、よほどの理由がない限り咲かせない方がいいので切りますね。で、黒星病とかお菓子の葉っぱは取ります。このような葉っぱは強日射による葉焼けの可能性が高いです。葉縁がこのように縁が焼けてますので黒星病とは違います。ただこのようになってると黒星病が治ってなかった可能性があるので、これは葉っぱの葉柄ごと切除します。このような状態が黒星病です。全部葉柄ごとこの場所で切除します。そして綺麗なバラの花もう非常に惜しいですけど、これらも全部切除します。切ります。咲かせてしまっても種がつく時があるので、これらも全部花柄は忘れずに取りましょう。病害虫の元になります。ミスティーパープルはそうよりも黒星病が治りにくいので、もう一回葉っぱを切除してきれいにしていきたいと思います。花をつける力はまだ戻ってきてないようです。いかがでしたか。バラ結構難しそうな印象がありますが、基本を覚えてしまえば簡単です。また秋にはいい花がたくさん咲いてくると思います。みんなも楽しみに待っててください。またね。園芸ラボチャンネル、また見てね。